クリスティーン・ジョアンナ・ブスマン、クリスティーネ・ヨハンナ・バイスマンは、オランダの植物病理学者である。ニレタチガレ病の原因と、耐性品種の研究を行った。レイ・ワルデンの進歩的な家の4人兄弟の末娘に、生まれた。地元の高校を卒業した後、アムステル大学で、生物学を学んだ。バールンの植物病理学実験所、ウィリー・コ・モリン・スコルテンで働いた後、 オランダ最初の女性教授、ヨハンナ・ベシタティークがリーダーである微生物保存センターで助手として働くようになった。1927年にユトレヒト大学で博士号を得た。1926年にニレタチガレ病の研究のプロジェクトが組織され、バイスマンもメンバーとなった。実験林で苗木に病床を再現させた。1929年に CSB を退職し、 ベルリンダーレム植物園で研究を続け、その都市ジュネーブの国際大学婦人連盟の会議に出席し、アメリカの女子大、ラドクリフ・カレッジの学長、バーニス・クロンクハイト。ありがとうございます。